こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、 LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。本日は素晴らしいセットのご案内でございます。1982年、ヤングエリザベス、5ポンド、2ポンド、1ポンド、2分の1ポンド、オールプルーフ70ウルトラカメオの箱付きパーフェクトセットでございます。エリザベス女王の崩御の後、パタッと市場から姿を消したヤングエリザベスの70巻で、問い合わせも非常に多いこのコインですが、今回すごいセットを入手いたしました。希少性ナンバーワン年度の1982年、ヤングエリザベス、5ポンド、2ポンド、1ポンド、2分の1ポンド、オール70鑑定、当時の箱までついております。しかも鑑定番号は投資番号ということで、収集家にとってはたまらないパーフェクトセットでございます。若かりしエリザベス2世が描かれている通称ヤングエリザベスは、1980年、81年、82年、84年の4年間のみ発行されている非常に人気の高い金貨です。エリザベス2世を象徴するコインと言っていいと思います。年度によって価格が大きく異なり、1982年は発行枚数2500枚と最も希少性が高い年度でございます。2023年に入り、ヤングエリザベスの5ポンド金貨プルーフ70ウルトラカメオが久々に2枚オークションに出てきましたが、どちらも従来の2割増しほどの価格で落札されております。ヤングエリザベスの相場はおおむね1割から2割上がってきた感じがあります。今回のこちらのセットはこれ以上ない1982年のセットですので、オークションで出てくればどこまで伸びるかが非常に楽しみな1枚でございます。投資としてももちろんですし、コレクションとしても非常におすすめできるセットでございます。